はい、どうも皆さんこんにちは。生物観察の鬼でーす。いろんな生き物を飼ってるんですけど、ほとんどは野外で採集してきたものですね。5月になっていろんな生き物が活発になって採集ばっか行ってるんですけども、採集では絶対に手に入らない生き物っているんですね。そんな採集では手に入らない生き物をドン買ってきました。この動画撮ってるのは5月の15日なんですけど、今日は東京でジャパンレプタイルズワールド2022っていうイベントがありまして、そこで爬虫類とか両生類とかその他エキゾチックアニマルがまあいろいろ売られてたんですけども、私ね、そういうイベント行っても爬虫類とか両生類まあ買わないんですよ。虫しか買わないの。爬虫類イベントで虫しか買わない男なんですね。唯一虫以外で買ったのがこれですね。真夜中のビバリウムさんのスタンドです。いいですか。うわこのように、これは真夜中のビバリウムさんを召喚できる魔法陣なんですよ。実はさっきこれ使って真夜中のビバリウムをパラポネラの巣に召喚するとてんてんてんっていうサブちゃん向けの動画を撮ったんですね。今回のイベントでやばい虫を仕入れてきたんで紹介していきます。まずは最初これですね。これよく見てください。これ実はカマキリなんですよ。ランカマキリというランの仲間の花にカモフラージュしたカマキリです。足の節が広がって花びらみたいになってますよ。綺麗ですね。これはまだ幼虫です。成虫は羽が伸びるんですよ。だいぶ大きいんで、これわりかしすぐに成虫になると思います。あ、カマをペロペロしてます。かわいいですね。ちなみにカマキリってゴキブリの仲間です。美しいゴキブリ。ランカマキリにコオロギやってみるか。コオロギだぞ。いらんのか、いらんのか。うわ、瀕死のやつでやろう。ほら、餌だぞ。これは、ピンセットに捕まろうとしてるな。食べろよ。いらんのか。動きだぞ。食べないか。あー、食べんかった。そしてもう一匹カマキリ、できました。これは、ヒシムネカレハカマキリという、東南アジアに生息している、カレハカマキリの一種ですね。見ての通り、カレハそっくりの姿をしてます。羽とか見てください。歯脈が、動脈みたいになってるんですよ。虫の羽って、歯脈という脈が走ってるんですけど、その歯脈がね、葉脈のようになってます。動脈まで再現してます。なんか正面から見るとエイリアンみたいですね。この子は成虫ですね。実は1月のイベントでもヒシムネカレハカマキリ購入したんですけども、つい最近お亡くなりになってしまいましたので、2代目をお迎えしました。なんかエイリアンみたいでシュールですね。ほら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 、食った食った。どう猛だな、こいつら。ゴキブリ与えましょう。ほい。狙っとる。狙っとるよ。うおー、食べた食べた食べた。お腹空いてたんですね、この子は。ゆっくりを食べ。実はもう一種類昆虫を飼ってます。やっぱ昆虫は最高ですよね。これがなんだかわかりますか。これはみんな大好きカメムシですね。ただのカメムシじゃありませんよ。ホウモンサシガメという肉食のカメムシです。サシガメって肉食性のカメムシなんですよ。アサシンバグとも言いますね。巨大なアサシンバグ。かっこいいでしょ。この尖った口を獲物に突き立てて、口からタンパク質を分解する消化液を出すんですね。この消化液で獲物の肉をドロドロに溶かして吸い取ってしまうんです。恐ろしいですね。俺刺されたらやばい。痛いですよ、多分。痛いじゃ済まないでしょうね。肉溶けますからね。とんでもないっすよ、こんなん刺されたら。危ない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 。一旦カップに戻しとこう。危ない危ない、怖い怖い。うわ、脱走線解いて。あ、待って待って待って、危ない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 。臭い。カメムシは仲間だけあって臭いです。アサシンバグに5機あげてみるか。食べるかな。お、反応してる反応してる。おい、いった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 。反応してる。おい、いった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 。うわぁ、上取ったやなぁ。一発で食ったよ。おお、おお、襲いかかるね。うわぁ、結構どう思うやな。次はやばいっすよ。昆虫じゃありません。とんでもないものです。いやぁ、なんじゃこりゃ。皆さん、これなんだと思いますか。この不気味なフォルムをした。節足動物ですね。雲のような感じもしますけど、雲にしてはやたら胴が長いです。なんだと思いますか。これはね、ヒヨケムシですね。イエロージャイアントヒヨケムシかな、確か。中東の乾燥地帯に生息しているヒヨケムシですね。うっ、危ない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 、うわぁわぁわぁ、切れとる切れとる切れとる。してますね。わかりますか、あそこ。あれ、このハサミ足で獲物をぐっちゃぐちゃにして、この獲物の体液を吸うんですよ。恐ろしいですね。ヒヨケムシも長旅で疲れたと思うんで、コオロギあげます。おお、おお、おお、捕まった捕まった。うわー、食った食った食った。うわー、ハサミ足でぐっちゃぐっちゃにしとる。えぐい。暗黒でちゅねー。コオロギはあっという間に見るも無残な姿になってしまいました。ぐっちゃぐちゃでもう原型が残ってません。こいつの食欲やばいよ。もりもり食べるんすよ。今ゴキブリあげましたけど、あっという間にぐっちゃぐちゃになってしまいましたね。うわー、あ、怒っとる怒っとる怒っとる。めっちゃ凶暴でめっちゃ餌食うんすよ、こいつ。これでゴキブリ何匹目かな。めっちゃ食べるんですけど、あの乏しい乾燥地帯に生息してるんで、食べられる時に食べられるだけ食べておこうということなんでしょうか。ゴキブリがミンチになってます。うわあ、グロ。えぐいでちゅねー。あっという間に完食です。早いねー。食べろ、ほら。うー、
ほら、また食べてますよ。さっきからずっとこんな調子でね、ずっと食べてるんですよ。あー待って、ピンセットまで噛み砕くな。やめてやめてやめて。うわー、こなしの食欲ですね。よく見たら足の先には強靭な爪がついてます。これで砂漠の岩場とかも登れるんでしょうか。ヨケムシはクモに近い仲間なんで、なんとなく雰囲気がクモっぽいですね。もう完食しましたね。もう一匹いっとく。おお、うわ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 、えぐえぐえぐ。ほんとによく食べるね、この子。あっという間にゴキブリミンチになりました。この子のお腹の中にどんどんゴキブリが吸い込まれていってます。すごい食欲。ハサミ足めっちゃ太くてパンパンですよね。この中にはハサミを動かすための筋肉がみっちみちに詰まってるんで、これ挟まれたら痛いんじゃないかな。挟まれたくないな。こいつに挟まれた指があのゴキブリみたいにミンチになっちゃうかもしれませんね。いけるな。ちょっとケース用意するまでそこでおとなしくしとって。危ないから危ないから危ない。そしてラスト、すいません、またヒヨケムシです。これ今度はなんか黒いですね。黒っぽい体になんか白い毛がちょっと生えてる、中二っぽいカラーリングのヒヨケムシですね。これはブラックキラーヒヨケムシというそうです。ブラックキラーですよ。かっこいい名前ですね。エジプト産の野生個体だそうです。エジプトの砂漠でのんびり暮らしてたのが人間に捕まって売られて、はるばる日本まで飛行機で運ばれてきて、期待の知れない YouTuber に飼われてしまったと。かわいそうですね。うえ、あぶね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 。噛まれたら痛いのかな。いや絶対痛いよね、ハサミ足で挟まれたら。やめとこう、これ以上手出さんとこう。ブラックキラーヒヨケムシにもご飯あげます。ほら、ゴキちゃんでちゅよ。この子にはゴキブリあげます。食べるかな。威嚇はしとるけど。ほら、お、行くか行くか。お、いった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 。食べた食べた食べた。ああ、ほらぐっちゃぐっちゃになっとる。うおー、ヒヨケムシの食い方ってほんとえぐいな。ほら、サミ足のハサミでね、めっちゃ挟んでぐっちゃぐちゃにしちゃうんですよ。あー、残酷でちゅねー。うわー、あー、やば。ああやってぐっちゃぐっちゃにして汁を絞って吸うんですよ。ゴキムシの捕食って本当にえぐいですね。ゴキブリがミンチになってますよ。残酷でちゅねー。ほら、胴体が脈打ってます。ゴキブリ汁を飲んでますね。おいちいでちゅか。あっという間にぐちゃぐちゃになっちゃいましたね。ハサミ足で切られて、ハサミで切られた部分の断面がバックリ開いて見えてます。あー残酷。ブラックキラーヒヨケムシは控えめです。一匹食べただけ満足したんでしょうか。もう食べません。ゴキブリが気に食わないのか、それとも消化能力が低くて頻繁に餌を取る必要がないのか、分かりませんね。イエロージャイアントの方は、生き急いでる感じがしますね。どんだけ食うんだよこいつは。こいつに大きめの獲物あげたら面白そうですね。噛まれすぎてゴキブリがペースト状になってますね。ああやってペースト状にして煮込んじゃうんです。ヨケムシにとってはゴキブリは飲み物ということです。今回のイベントは正直ちょっと購買意欲抑えめに行きました。抑えてました。あんまり生き物増やしすぎても面倒見きれないんでね。絞ってこんだけですからね。この子たちでなんか面白い絵が撮れたらまた動画にします。それでは次回もお楽しみに。バイバイ。